ういうことだ。なぜ今移民船団が第二ミルチアに対し艦隊を派遣する必要があるのかね。まあそう生きり立つこともあるまい。彼らの言い分も聞いてみてはどうかね。発言の機会をいただき感謝する。かつてこの中域にミルチアなる大地が存在していた。周知の通り、その大地は14年前に起きた事象により呪われた過去として人類最大の遺産とともに封印された。もともとかの遺物は全人類の所有物であり、古の時代から我々が移民船団により管理されてきたものである。待ちたまえ。現在ゾハルの管理は連邦政府の管轄となっているのだぞ。まさか大いなる遺産とやらを独占したいだけなのではないのかね。それは心外なこと。独占を企んでいるのは我々ではなく他にいると申しておるのです。まさかミルチア政府がそうだとでも言うのか。彼らは14年前の事件をきっかけに自らの武力行使を正当化し、そしてその力の象徴として天の車なる巨悪をこの世に出現させ、この世界に紛争を再燃させようとしたのだ。彼らの目的は紛争の混乱に乗じて旧ミルチアの遺物を私欲のために利用することであり、我々はおぞましき簒奪者であるミルチア政府に対し異物に関する旧来の自治権を主張するものである。先の件はユーティック機関の犯行によるもので、ミルチア政府への疑惑は晴れたはずではないのかね。ベクターからの証拠のデータもあると聞いているが。いや、ミルチア政府にベクターが肩入れしているという噂もある。あのデータとてどこまで信用できるものか。現にミルチア政府の代表がどこにもおらんではないか。ヘルマー議員はどうしたのだ。この件についての釈明はないのか。ご無沙汰しておりました中将。いや、第二ミルチア政系代表党議員とお呼びした方がよろしいですかな。昔通りで構わんよ大尉、その方がしっくりくる。聞かないのか、私が何の目的があって来訪したのかを。おおよその見当はついていますよ。そうか、ならば単刀直入に言おう。大尉、君の力を再び貸してほしい。カナンは知っているな。ええ、懐かしい名です。そのカナンに君が託したデータ、その正体を、真実の姿を究明したい。あれは非合法に入手したものです。証拠能力は皆無ですよ。それでも構わん。我々の真の敵が誰であるのか、それだけでもよい。私は知りたいのだよ大尉。中将、今の私はしがない古書士です。とても中将のご期待に添えるような。これは真実は君にとっても非常に有益なものとなるはずだ。中将、カナンにインプットしたデータの究明のためには我々は再びあの地に行かなくてはなりません。それが何を意味するのかご承知の上でのことなんですね。承知している。そして覚悟もな。
シオン、なんだよ、てっきり3局の人間が来ると思ったのに。これは1局の管轄の作業じゃないだろ。うん、本来なら3局から担当者が来るんだけど、場所も近いし私の方が動きやすかったしね。もちろん機材は全て3局から転送済みよ。技術的には何の問題もないから安心して。まったく強引なんですから。いいですか、後で3局に謝りに行ってくださいよ。そういうアレンさんもしっかり手伝ってるんですね。え、いや僕は主任一人に任せられないし。ジュニア君、私たちもモモちゃんを助けたいの。それとも私とアレン君じゃ頼りないかな。いや、アレンはともかく、シオンが来てくれたのは嬉しいよ。ちょっと、それはどういう…時間はそうない。準備が整い次第、行くぜ。え？大部被験者は主任、ジュニア君、ケイオス君、ジギーさんの4人。あと2局からコスモスのデータをエンセフェロン内に同時に送り込んでもらうよう手配してあります。彼女がいた方が何かと心強いでしょうから。さすが気が利くじゃない。大部ターゲットはサクラ・ミズラヒの記憶を構造モデルとしたモモ・ミズラヒの深層領域。コスモスエンセフェロンでのダイブ同様、近接空間と時間軸を共有したものの記憶を共鳴再生する可能性があります。この場合、それは俺だ。ジュニア君？ミズラヒ博士から、サクラ・ミズラヒは中枢神経系の気質障害を患っていたと聞いたが、彼女と接した経験があるのか？ある。サクラの症状は UMN に潜在する波動異常と何らかの接点を持つと考えられていた。彼女の治療は我々 URTV の UMN 連結訓練を兼ねてユーリエフインスティテュートで行われた。モモちゃんの元方であるサクラちゃんと。一つ聞かせてもらいたい。ウドゥとは何なのだ。お前たち URTV は何故対ウドゥ用に生み出された。ウーヌスムンデスドライブオペレーションシステム。名前だけ聞く分には UMN の制御 AI のような響きだが、あれは人間の手によるものじゃない。そう、違う、 AI なんかじゃない。そんな単純なものにあんな局所事情変異を起こせるはずがないわ。そうだ、それはただの口当たりのいい名前。俺たちも最初は信じ込まされていた。 UMN 上に潜在する危険な波動を帯びた人工意識体だってな。嘘っぱちさ。俺たちの父ディミトリ・ユリエフは何もかも知ってやがった。よし、精神リンク展開。全 URTV 固有波を俺に合わせろ。来るぞ。ルベド、怖いよ。
集中しろアルベド、訓練通りにやれば間違いはない。的には反存在衝突の一種だったんだ。俺たちの衝突は熱量に変換される。親父め、全部知ってやがったんだ。もうリンクは完成してる、止まらないよ。嫌だよルベド、離さないで。ダメだ、遮断する。離さないで。その実態は半存在である俺たち URTV ですら正確な正体は知らされていない。人の手で御することなど無謀な上位領域のエネルギー、そういう存在だ。ウドゥ、完了しました。インターコネクションいつでも開始できます。オッケー、始めて。この仕事にかけては僕はプロですからね。皆さん安心して行ってきてください。インターコネクション接続準備開始。うん、頼りにしてる。帯域確保、ケージパーテーションを開放、システムモニタリング正常。コスモスのデータ転送を確認、再構築開始。外部データの転送を確認、素体形成準備。ダイレクトアプローチ準備すべて OK です。よし、行くぞ。ここはモモの深層領域に潜在するサクラの内的世界だ。モモ、モモ無事だったのか。聞こえないのか。返事をしろよ。無駄よジュニア君、彼女は返事をしないわ。なぜだよ、ちゃんとここにいるじゃないか。彼女は今人格数を停止した状態、しかも神経ネットワークが分断されてるのよ。私たちのことを理解することができないわ。こちらからの問いかけも聞こえているかどうか。そんな、くそ。ここにいるモモちゃんはあくまで彼女の無意識上の産物。たとえ何らかの行動を起こしたとしても、それは条件反射的に行動しているだけなのよ。ももちゃん、こんな状態でも
一生懸命私たちを助けようとしてるんだわ。何をしている？時間がないのだろう。これ以上ももに心配をかけるつもりか？わかってる。もももう少しの辛抱だぞ。あれはももちゃん？違うな。さくらだよ。ルベド、真っ暗だよ。なんか狭いな。わかってるよ。ちょっと黙ってろ。ねえ、怖いよ。明かりつけてよ。やめろよ。そんなに動くなって。言って、ね、なんか押すなよ。なんだここ。設置座標間違えてる？アルベド、さっき足踏んだろ。え、知らないよ。そう、14年前の俺たちだよ。僕じゃないよ。ニグレドじゃないの？いや、あれは絶対座標は合ってる。あの女の子が僕らの接触対象だよ。あの子、こっち見てる。うわ、ごめんなさい。あなたたち、今度は玄関から来るよ。待って。あなたたち、私の言葉聞こえるの？あなたたちが来てくれて。ディミトリ、本当にあの少年たちがサクラの治療に役立つと？
君の娘さんが抱えているのは単なる気質疾患ではない。反ウドゥー波動を有する URTV との接触は有益だと思うよ。 UMN の共時性に対する感受性過敏、狭い宇宙の時代には存在しなかった疾患だわ。 UMN ダイブミッションフェーズ6終了。 URTV 部隊ナンバー660から順次ダイブアウト開始。ダイブポット開放します。あの子が、あの女の子が言ってた、ママを大好きだって、いつでもママを愛してるって、そう伝えてくれって。去年の誕生日に貝殻の宝石箱をもらったって、そういえばママには通じるからって。ほう、波長があったか。さくらと話せたの？あなた、名前は？ルベド。じゃなくて URTV 個体ナンバー666です。ルベド、これからもあの子の言葉を私に伝えて、お願い。本当にこっちでは喋れないんだな。ええ、外界を認識し
内面を表出させる脳の回路網が寸断されているの。電位パルスの制御が不安定だと診断されたものの、薬品投与もナノマシンによるグリア補助も効果を表さなかった。おかしいな、ナノマシンで膜電位を補正しても効果が上がらないなんて。そうね。でも今はあなたの持つ波動、固有波長がさくらの欠損部分を埋め合わせてくれている。パパも治療の研究をしてくれているみたい。とても人間に近いレアリエンを作って、私の感覚を常にインターリンクできるようにするんだって。それが成功すればもうママを悲しませずに済むんだ。いい両親だな、サクラんちは。ルベドは？ルベドのお父さんはユーリエフ博士でしょ。お母さんはいないの？いるさ、遺伝的な意味では。傷一つない染色体を持った健康な卵子。俺たちが知っているのはそれだけ。探さないの？会いたくない？会ってどうすんだよ。あなたは遺伝子操作された生体兵器の生みの親ですっていうのか。そんな言い方しないで。ルベドは素敵な男の子だよ。兵器なんかじゃない。違うもんか。俺たちがインスティテュートの外に出られるのは戦争が起こる時だけだ。あのね、ルベド、一つお願いがあるんだけど。もうすぐ妹が生まれるの。ママから生まれるんじゃなくて、ちょっと違う感じの妹なんだけど、その妹とママを私の代わりに守ってほしいの。いいよ、お前の妹なら俺の妹だと思って面倒見るよ。約束だよ。おお、任しとけ。おやすみ、ルベド。また明日ね。ピアノに合わせて練習するんだ。そんなにあの子が気になるんなら、ずっと仮想空間にいたらどう？あの子も喜ぶと思うよ。そんなんじゃねえって。最近のルベド、集中力が落ちてる。宇宙シミュレーターの模擬訓練が控えてるのに。おかしいよ。そんくらい俺だって分かってるさ。リンクマスターとしてミッションは全うする。ルベドを信じていいんだよね。ルベドがいればウドゥなんて怖くないんだよね。当たり前だろ。ちゃんとしろ。お前だって URTV 標準体とは桁外れの波動を持つ変異体なんだから。
はじめまして、666ルベド。私は URTV668。 シュトリンと呼んでくれていいわ。 668? 女性隊って初めて見た。あら、オリジナルの受精卵は X 株と Y 株の2種保存されているわ。私は mtDNA 保存を重視した X 型。あなたたち単純な Y 型だけで計画が行き詰まったら困るでしょ。女子棟があるとは聞いてたけど、血盤は死んだ子なんだと思ってた。確かに処分された個体も多いわ。あなたたち男性体と違って女性はもう9人しか生存していないし、資質では劣らないはずなのにとても残念よ。処分って簡単に言うなよ。お前生意気だぞ。あなたも生意気さではなかなか負けていなくてよ、ルベト。私たちは普通の子供じゃない。自らの波動を制御できずに死んでいったとしても泣き言など許されないのよ。僕あいつら嫌いだし、立ってみなよ。自分の意志ってものはなくて、全員で一塊の自我なんだぜ。なんで665番まではアなのかな。標準体たちは半波動が弱いんだ。でもそう生まれたのは彼らのせいじゃない。これは演習ではない。睡眠状態の被験者、その深層意識へ UMN 経由ダイブを行い、知覚障害を改善する。対ウドゥー訓練としても得るものが大きいミッションだ。降下目標は白い砂浜のある海。この海は被験者による意識障壁下の主観的イメージです。そのイメージの中に潜む神経伝達を阻害しているものを把握、除去していただきたいのです。海？海なんて見たことない。そうだね、いつか行こう。
見た目で判断しないでね。これで終わり。えい。そりゃ。くらえ。悲しき意識たちを新たなる再生のために、みんな頑張ろう。ヒルベルトエフェクト発動。グノーシスを固着します。
タイムかな。センサーからは逃げられないですよ。
が、サクラの抱いている恐怖。危ない、後ろ。なんだよこれ、しつこいな。カヌ、標準体は精神リングを張って一気に叩くぞ。ルベド、あれ波動だ。波動が来る。おい、何を言って。やつら汚染されてる。ウドゥーシミュレーター内でもないのに。これより敵部隊を殲滅します。戦うというのなら手加減はしないです。
早く戦いがなくなるといいね。
なんだよ。何考えてたんだ。ナンバー623は重傷だぞ。ん？なんだそんなこと。心配する必要ないよ。あんな怪我すぐ再生すればいいんだ。お前何言って何言って、こうだよ。ほらね。バカ！二度とそんな真似するな！死んだら二度と生き返らないんだぞ！そんな、まさかルベドたちは再生しないの？当たり前だ！それは君だけの特殊能力なんだよ。僕だけ？二人とも僕を残して死ぬの？やだ！一人ぼっちはやだ！ルベドが死んだら僕も死ぬ！バカ、気悪いこと言うな。ここまで悲しくなってきたじゃねえか。ルベド、おいでじゃんよ。彼は何をしているの？わかんねえ。けどあの日、自分は死ねないと知った日からアルベドはどことなく変わっていったんだ。そうだったの。俺たちにはわからなかった。死ねない体を持つというのはどんな気持ちなのか分かりようがなかった。死は魂の休息、そう言ったのは誰だったかな。肉体は死なず、精神の負う恐怖だけを積み重ねていくとしたら、もはや世界は永遠の牢獄でしかない。俺とアルベドは元は一つだった。オリジナルの受精卵が同じだから。いや、文字通り受精後28週まで背中でくっついていた。この辺にあいつの心臓がくっついててさ。え、稀に不完全な分裂によって臓器の一部を共有する双生児が存在します。その通り。基本的に細胞の再生を止めたり促したり、俺とあいつの特殊能力は同じ原理で成り立ってる。切り離されたことでその方向性は両極へ向かったがな。だからこそ俺はあいつを見放しちゃいけなかったんだ。ジュニア君、もう一度歩み寄れないのかな、あの人と。
俺もあいつもへそ曲がりだからな。個体ナンバー666、ニューラルモニタリング開始。マクデイン、安定しています。ナンバー667、自発脳波周波数20から 28Hz。 落ち着け子供たち、動揺するな。8Hz、安定しました。そうだ、それでいい。俺が URTV か。ディミトリ、大丈夫なの？サクラのためとはいえ、あの子たちを苦しめたくはないわ。少年たちとは聞いていたが、これほど幼いとは。軍人が感傷的に過ぎるぞ、ヘルマ。ん？私は人の生命を守るのが軍人の務めだと思っている。今日はさくらも一緒よ、坊や。